シャカシャカシャリンカ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は私が今まで私生活の面で男から女に変わったことで苦しんだ体験談がいっぱいあるんで、その中で2つチョイスしてお話をします。1つ目が、私がバイト先で性別明かした瞬間にクビになっちゃった話と、もう1個が免許センターで自動車免許っていうんですか、それを取るときに変なこいつっていう思ったことがあったんで、それをお話しします。ちょっと今日は真面目なテイストでお話ししようと思うんで、いつもみたいにちょっとふざけ倒すような感じではないと思うんですけども、よかったらグダグダしながら見てください。私は22歳で100万円おちんちんの手術するためにいろんなバイトを掛け持ちながら働いてて、でその中で今まで皆さんに伝えてなかったバイトがあったんですよ。それは商業ビルの中でのバイトのことです。商業ビルってちょっと憧れがあったんですよね。東京駅とかそういうオフィスビルみたいな、そういうところにあるわけですから、ちょっと意識高い感じのお客さんが来るようなお店なんですよね。ビルの中にテナントというか、まあそういうバイト先があるから、そこのお店に所属するっていう感じじゃなくて、ビルに所属するみたいな感じなんですよ。更衣室とかももちろんビルのそういろんなお店がいっぱいあって、そこの共同の更衣室とかトイレとか使うんですよね、社食とか。うわーいいな、なんか私ちょっとできる女じゃないのみたいな、それで憧れてそこのバイト先で働いたんですけども、お前男だろとかオカマだろみたいなことを街中で言われたことはないんですよ。だから私もバイトで言わなかったんですよね。ただちょっと罪悪感があるから、履歴書とかのところに女とか男とか丸つけるとかあるじゃないですか。私そこ未記入にしたんですよ。ただ本名はもう改名してたから、当時から。だから本名はもう女の名前で。だから面接官からしたら、あ、青木さんは性別欄書き忘れたんだな、みたいな感じで多分そういうのでスルーされたと思うんですけども、だからそれで難なく私は受かって、そこのお店で働くことになりました。その当時から YouTube をやってたんですけども、同僚の方に私の動画がバレたみたいで、でそのきっかけになったのがなんかプラレールなんですよね。当時私はプラレールの動画やってたから、あの皆さんにちょっと見ていただきますけど、こんなこと言ってるんですよ。ニューハーフで歌手を目指す青木かのんです。やばいでしょ、そんなバレるの決まってんじゃんと思って、その時1000人ぐらいだったからバレるわけないみたいな感じで思ってたんですけども、まさかその同僚の息子さんがプラレール大好きなちっちゃい子だったから、なんかお母さんなんですけども、それ調べて、あれみたいな、あれ青木さんみたいないう感じになってたみたいなんですよね。徐々にその噂が回っていって、ただ自分からそれ以降も性別が元男だっていうことも言わなかったんですよね。その時私普通にポコチンついてましたから、まあ私もその当時からコンプレックス人間だったんで、自分に自信を持つっていうことがあんまできなかったんですよ。疑惑がこうやって広まっていくうちに、私も耐えられなくなって、部長が変わるパーティーみたいな感じがあって、飲み会で、その時酔っ払った勢いで、また男の子なんですって言っちゃったんですよね。で、その時に、なんかみんなはびっくりした反応してなくて、まあもうその前からリーク情報があったから、もちろんそういうとぼけた感じのリアクションはしなかったんですよ。私のその息子が YouTube 見てたから、青木ちゃん元男の子って、でも全然わかんなかったって言ってもらって、すごい嬉しかったんですけど、ここまでは良かったの。ただ、すごいショックなことが起きて、そこのビルの管理者が、私のその今の戸籍上男性っていうことに目をつぶることができないって言われたんですよね、立場上。飲み会の時に中の管理者関係の方がいたから、うちらのお店的には全然 OK だけど、青木ちゃんを女子扱いもちろんするけども、ビルがダメなんだ。要は女性更衣室と男子更衣室で、そこで警備員とかなんかよくわかんないけどピーってやってこうやって入ったりとかしなきゃいけないわけですよ。で私はそこに入ってたから、それができないと、これじゃあどうしたらいいですかみたいな、そしたらなんか髪の毛とか結べるみたいなこと言われて、変だよ本当に。私が言わなかったのが100悪いんですよ。性別を隠すっていうこと自体がその社会で働く上で言わなきゃいけないことだとは思うんですよね。やっぱ自分がなりたくてなってるわけで、その悩みを周りに押し付けるわけにもいかないですから、もう仕方ないと思うんですけども、まさか髪結んで男として働けるみたいな、向こうが強制的に私を辞めさせるってことはできないんで、事実上の居づらくさせる大作戦で私はクビにされたみたいな、なんかそんな感じですね。すごく悔しかったですよ。今まで何回かチラッとお話ししてるんですけど、実は私まだ男性戸籍なんですよ。すごいでしょ？今見てくださってる女性視聴者さんと私は結婚できます。
なんかね、すごいボケる。いいね。のカメラを GH5 っていうものに変えたんですよ。綺麗に撮れてる。か、それとも肌のあらが見れちゃうみたいな、そういう感じです。まあ、そういうことがあって、私はそれ以来アルバイトするときは必ず性別欄を言うようにしてます。それは事前に自分が傷つくことを防ぐためですよね。もう相手に私は元男の子ですよっていうことによって突っ込まれないようにするっていう、まあ、そんな感じです。ただ YouTube に限って違いますよ。私しか伝えられないことがあると思うし、性別を変えた人に対してのイメージがもっと柔らかくなってほしいなっていう部分も理由の一つですけどね。そして二つ目ですよ。これはね、私カチンときましたからね。どこだっけ？あ、いいや、それ言えないんだけども、とある免許センターみたいなところに行って、その当時は本名をまだ男性だったんですよ。テストを受けるから、なんか受付を窓口で免許センターやるみたいなんで、なんか警察官なんですよね、あそこにいるって。間違ったらごめんなさいね。まあ、公務員ですよ。こういう警察みたいな格好した人たちが、で受付で、はい、次みたいな。ちょっと私が嫌だなって思うのが、まあ、その人だけかもしれないんですけども、少し高圧的っていうか、私をこの免許をこう出すときに、いろいろ聞かれるんじゃないのかなっていう、ちょっと不安があったんですよね。そしたら案の定、ああ、〇〇くんかみたいな。え〇〇くんでしょって。講習みたいなの終わって帰るときに、また、なんだか提出しに行くんですよね。窓口に行ったときに、まあ、40代ぐらいの女性の方かな、いて、あ、〇〇くんねって。いや、ありえないっしょ。その時すごい嫌な気持ちになりましたね。まあ、今はそんなすぐカチンってなんないですよ。当時は。余裕がなかったのかなって思いました。こんな風に当時のその嫌な体験談をね、ペラペラ話せてんのも、日々視聴者さんに好意的に見ていただいて、そこで自信がついたからできてることであって、当時の私は本当に親を恨んだりとかもしたし、4年前の、5年前かな、私に言ってやりたいね。こんなに綺麗になって。本当に。いかがだったでしょうか。今回は当時の私の嫌だなって思ったことをお話ししました。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル、アオキカノの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録もしてねー。また次の動画でお会いしましょう。の背景がうまくボケてくれてると思うんですけども。いいね。この辺わかります？私とのコントラストっていうか、そのピントの度合い。ちょっと気に入りましたね。そう、今使ってるのが、ルミックス、まあ、パナソニックから出ている GH5 ってもので、私は今までその一眼レフっていうものを、これを使ってたんですよね。これ一眼っていうのかな？これですね。これがキャノンの EOS M6。もうこれいろんなところで私使いましたよ。結構ガシガシ使ってるから落としたりとかしちゃったんですけども、大事な相棒です。これはいつ買ったっけな？登録者が7万人とか、そんぐらいの時に買ったと思うんですけども、これもいいんだけど、ちょっと、残念ポイントがあって、こうやって上に向くじゃないですか。まあ、それいいんですよ。配信側からしたら自分の顔を確認しながら動画撮れるからいいんですけども、結構それが癖になっちゃって、私は目線がずれちゃってたんですよね、今まで。で、この GH5 がここについてるんですよね。モニターが。ここじゃなくて、ここ。私が今カメラ目線してますけども、モニターを見るとしたらこうなるんですよ。おかしいでしょ。もうこれ明らかおかしいから、こっちを見ざるを得ないみたいな。自分をその境地に追い込んで今やってるんですけども、これだったらカメラ目線がやりやすくなります。うだべえな、なんか今日喋るのトーク、調子悪い。月日
私は僕いつになっても居場所を探して埋もれてゆく夜空の下